まあこれもまああれだな、一切誓うことなかれ、一切誓うなかれと教えたイエス様とは全く異質だと、ここは。誓うことを強要し続けるのが分鮮明だと。修練会でも礼拝でも、要は誓わせて屈服させる仕掛けになっている。まあまあ、ね、中の人が言うんだからそうでしょうよ。私は見たことないから。わかんないけど。それとこれさっきの話だな。あれですか、なんか韓国に代理でも行ってお願いできることってあるんです？ここにね、こういう体験だね。今韓国へ行く方はウイルス感染に注意、ご注意ください。大勢集まって空気の悪い密集した中で大声を上げて歌ったり、体を叩いたりすることは非常に危険だと思います。とにかくご注意ください。代理で頼める。でも大金が必要。そういう仕組みがあるんですかね。このどうしても自分が動けないときは、まあ、誰それさんにお願い託すと。その代わり、そこにやっぱそう、っていうね。その行動とか。何かその大きな集まりがあるんじゃないの？よくわかんないけどさ。今もこうなっちゃったら、ほら、あんまり正直言えないはずだし、ここまで、ここもガーって言っちゃうと。だから、まあ、この人はもう辞めた人だから、正直にもう全てを洗いざらい言ってるわけだから。まあ、知ってる人同士の会話だろうから、これで通じる人は通じるわけだからね。僕らは門外漢だから。で、まあ、この人の意味は、ただでイエス様が奇跡を起こしたように、ただでしてあげるのが救いってもんじゃないのかと。本当ならね。モーゼは、うずらとマナ与えるのに金払えと言ったかと。ちょっとこの個人が知らないので、わかんないけど、おそらく宗教指導者たちは、そんな、常にお金だ、献金だ、なんとかだ、なんて、誰が考えてわかるじゃないですか、そんなこと。本当に尊い人は金なんか要求しませんよ。ただ、こっち側の見心として、本当にありがたいなっつってこう捧げるってことがあってもね、やれ、目標額も決めてるからね。今の教会長は、その鶴子に、今年300億を達成しましたって、そういう報告があったっていう記録も出てます。何それ、達成しましただよ。 でもそうか、かい、ね、財務と同じ。怖いね。で、この人言うわな、主先祖鶴子さん、金がない人は先祖は地獄行きでいいのかいって言ってます。だって先祖をきれいにするためにただじゃないんでしょ、お金かかるわけですよ。じゃあ、金のないやつは先祖地獄に行っていいのかって話になって、不平等じゃないですか。全然神の愛じゃないじゃないですか。平等の愛じゃないじゃないですか。金のあるやつだけ救われて、金のないやつはその汚いサタンの汚れた、ただれた血のまんま行きゃいいと。こういうことだ。そういうことを教えてるんです。あなたはその中に入ってるんです。で、あなたが誰かをもし布教すると、そういう因子邪教のために巻き込むんで、人を。大変な国家の迷惑。長野県の迷惑であり、国家の迷惑であり、日本民族の迷惑ですよ。そういう自覚もなきゃダメね。自分だけが被害者じゃないんだよ。あなた方が変な愚教活動することによって、国に大きな損失を与えてるってことなんですね。そのくらいの罪を実は積み続けてるんです、あなた方は。罪、汚れどころか、そんな仏教から見れば、そんなものは、そんなね、蛇だの、エバなのって、そんな汚れなんかないんですよ、そもそも。ないの、そんなものは。ただ自分が過去世にやってきた業というものはあるけども、そんなね、こんな因子邪教の、そんなものの論理で汚れちゃいない。そんなことで汚されてもいない、私は。そんなエバだの、得体の知れないサタンだの、蛇だの、そんなもので汚されてはないですよ。だけど、あなた方がそういうことを信じて、そんなことでこう、解き回って人に。そして、万が一もそこにまた騙されるバカ者がいて、そして万が一もそこに献金する大バカ者がいて、その連鎖によって、どれだけ国が損失受けてるか。そういうね、大罪を犯してるんですよ、毎日。そういうことなんです。あなた方の家庭がどうなるか、こうなるか、まずは大前提としてかわいそうだと思うけども、一つは、もう、動くなってこと。やめられないんだったら、この宗教をどうしてもやめられないんだったら、一言も人に言うな。そして動くな。それだけでも助かる。それだけでもまだ国のため。そのくらい悪いんだよ。それをね、気がつかずに。だから、これはね、綺麗事じゃダメだよ。